ペーパーマリオ折り紙キング。どうもこんにちは、ビクトです。ということでペーパーマリオ折り紙キングの続きやっていこうかなと思います。ということで前回はですね、この学者キノピオが仲間になったんで、なんかこのよくわかんない文字が読めるようになったんですよね。あ、ここ読めんのかな。じゃあ早速読んでくれよ。太陽に香りを香りを捧げしたき扉開かれる。あー、なんか太陽光やったけどまだなんか足りな、なんか両端になんかあるけど足りないのかな。まあとりあえず今まで読めなかったところ全部行ってみるか。でなんかあのさ、鶏じゃないか、あれ何、あれは、あ、なんかさずっと光ってたよね。これなんか関係あんのかな。マリオくん、あれを見たまえ、地面が光っているぞ。もしかしたら何かいいものが埋まっているかもしれない。私は、あ、お前スコップとか持ってんだ。掘りたいところに立ち、下を押してもらえた。あ、なるほどね。これで、はい。ちょ、やって。それ。あ、なるほど。お金とかが出てくるんだ。このように砂や土など柔らかい地面なら、下で掘ることができる。光っていなくても怪しいと思うところがあれば、いつでも押してくれたまえ。オッケー。俺、全部俺の金。先生、何かお歌歌って。オンチラ、オンチラ俺断るって。え、ここもさ、なんか、読めんのかな？てか、文字あったかな？ここ。ここを調べてみるか、とりあえず。調べてみて、では、え？ちょ、学者キノピオ、なんかこれでわかんないかな。うん。私よりも若返ってしまうね、ノリという歌だな。しかし、オリビア君、その歌も悪くないが、これではただのカラオケだ。お、進みそう。これに似た絵をホテルの壁画で見た気がするぞ。調べてみて、あ、ホテル行った方がいいのか、じゃあ。え、なんかやばそうなハンマー見つけた。何これ、ゴールドハンマー。敵を叩くとコインが出る。お得、あ、へえ、そういうハンマーもあるんだね。何これ、あ、フィギュアか。へえ、あ、ブーツカーのフィギュアだ。なんかお金だけじゃないみたいだね。かわいい。おり、あ、かわいい。なんだこのこいつらのやりとり。おい、真剣に冒険しろお前ら。お、またフィギュアだ。めっちゃフィギュアあるな。すげえな。意外と重要なんだなこれ。お、何ここ。え、すげえ、こんな裏側あるんだね。知らなかった。なんかね、ここにキノピオいるなって思ったんだけど、いるわ。わかりづら。あ、とりあえずホテルにね、行こうと思ってね、こっちに戻ってきました。私、金ピカが大好きなんです。うわ、もうなんか折り紙になっても出てるわ、なんか欲が。金ピカだ。これお金なんかな。あ、で、なんかここさ、シーソーでさ、なんかもっと強くみたいな言われてたんだけど、これ行き方わかんなかったんだけど、これ絶対こうだ。これで、おー、いける。え、なんかめっちゃアイテムあるんだけど。え、気づかなかったわ。あ、なんかコメントで言われてたん、そういえば看板にキノピオいるよって言われてたけど、全然なんか気づかなかったわ。あ、キラキノコとかもあるんだね。あ、確かに体力だいぶ増えてきたもんな。ペラペラだなこれ。はい、助けてやったろ。さあ、何て言った俺今。ありがとうございます。これでやっとキノピオ島に帰ることができます。私多分で一番豪華で大きな家に住んでるキノピオなんです。の割にはなんか貧相な格好してんな。あ、キノピオタウン行ったらなんかお礼くれるんだ。へぇ、話してみるか。こいつ何なんだ。俺は痛いんだ。多分イベントかなんか起きると思うんだよね、この2階の壁画みたいの見れば。やっぱそうだよね。ほら、この壁画にも答え文字が書かれているだろ。なんて書いてあんの。ちょ、読んでくれよ。4つの眼差し交わるとき、キノピチュ眠りより目覚める。キノピチュって。マチュピチュみたいな言い方すんな、お前。キノピチュ、キノピチとは確か焼け砂砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡のことだ。しかしそんな遺跡など砂漠では見かけなかったが、どこにあるんだろう。え、なんかさ、地中からなんかゴゴゴゴって出てくるみたいな。え、なんかマリオストーリーもそんな感じじゃなかった。これ周りに4つあるのってもしかして目？なんか不気味。目か。マリオくん、この古代文字の内容はとても重要な気がするぞ。これは私がメモしておこう。 L でいつでも確認できる。そそり立つ大いなるキノコ、その瞳に火を捧げよう。目から何か出てますわ。この人どこかの誰かさんに似てません？あー、これキノピオのやつか。あ、やっぱ火必要ってことは、あのマーク的に火の神様を助けなくちゃいけないんだ、これは絶対。6人の神官が火をもたらす神を。あ、やっぱそうだ。わー、これ鳥さん焼き鳥になっちゃいますわ。のんき。あ、これ気になるんだよな、これ歌のやつ。何ができるんだろう。神に会いたけば、すべての神官に見も、見まもまみょまみょまみょ、この祈りを捧げよう。右祈り、肝心の祈りとやらが書かれてないぞ。なんだろう、こっち。あ、部屋の中で見れるんだ。そうか、このドアの向こうにまだ続きがあるようだぞ。入れないのかなこれ。そのスイートルームにはあんたという件とヒゲで緑の客が泊まってるよ。
あの緑、街中にある露店を見に来て浮かれ、おいおいおい、夜の街に遊びに行ったのか、ルイージ。お前意外とお前、遊び人だったのか、夜遊びばっかしてんのか、あいつ。いや、ルイージ、スイートルーム泊まるほどお金持ってんの、あいつすごいな。まあ、勝手に入るけどな。まあ、とりあえず確認できると。ルイージ無視して入ろうぜ。あー、なるほどね。鍵がいるってわけか。じゃあ、ルイージに会いに行くしかないな、これは。これ見て、かわいい。これ見て。キノピオもちゃんとジャン、てかさ、キノピオさ、マリオとジャンプ力同じなんだけど、お前、スーパーキノピオか、お前。強すぎでは、この学者キノピオ。ジャンプ力が一緒なんだけど。さあ、ルイージを探しに行くか。あ、待って、これ前回さ、ここ空いてなかったんだよね。ここなんか空いてるわ。いらっしゃい、遊んでいかない？たったね、あ、なにこれ、ミニゲームか。100コインで1万コインになってやるわ、それは。ルールは簡単。俺がどんな顔してるか当てるだけだ。ずるい、お前。マスクしてんじゃん。え、マスク取ってくれんの？チャンスは3回、それでは行くぞ。絶対当てるわ。え、顔、なにこれ。あー、なるほどね。怒りが、全然わかんねえ。50-50とかさ、使いたいんだけど。笑い顔。どうかな、ファイナルアンサー。完全にパクってる、こいつ。意識しすぎだろ、これ。おいおいおい。あ、任天堂これ怒られるぞこれ。大丈夫か？は、あー、外れか。いや、あと2回あるから、あと2回。まあ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 、もう即答でいくわ。連打でいきます。もう連打して、これヒントとかないのかな。わかんねえよこんな。わかるかバカ。ファイナルアンサー、もう即答でいくわ。え、どうかな、当たるかな。いけいけ、1万コイン。これさ、もしかしてさ、ぼったくりっていうことじゃない、これ。やってるよなこれ、完全に。おいおいおい、これはやってるな、マジで。いや、300コインで安いな、なんだ、ちっか、わかんねえ、バカ。え？変な顔だろ、俺、どうせ。いや、さすがに泣いてることないだろ、この顔で。お、これで泣いてたら俺、切れるよ。変な顔だろ、どう考えても。なあ。さすがにな。え？外れ？うわ。うわ、え？罰ゲーム？暗くて狭いところで残、なにこれ。ただ実はすでに、あ、あ、待って、これもしかしてルイージなんじゃないの。何す、高っ。やだ、やりたくない。待って、やろうかな、じゃあ。いや、まあ、やろうかな。うっしょ、お前、ラリーは、いや、絶対こいつ嘘じゃん、もう。完全これ、やらなきゃよかったわ。地下行っときゃよかったもし、わかんねえ、バカ。わかるわけねえだろ。はい。しょうもな。しょうもなすぎ。ブブー外れ。わあ、あんたついてないね。あー、やっぱりこれ。うわー、先行に何買おうかな。悪く、何こいつ、キモ。カイジとかに出てきそう、なんか。船井みたいなやつだな。カイジちゃん、先行にでうまい話がありますぜ、みたいなこと言ってさ、騙してやった、こいつ。うわー、待って、騙された。やんなければよかった。さっさと地獄行けばよかった。またこれさ、ラストチャンスで5000コインでやりますとか言いそうじゃない、これ。外れだ。知ってるよ、もういいよ、もう。さっさともう罰ゲーム食らうわ、もう。何これ、全部終わり。こんな、何それ。え、逆にこれな、なんか L って書いてある。え、なんか、あー、閉まってない。ランプ、あ、ML。え、兄さん。え、ルイージいいんじゃん、ほんとに。ほんとにルイージいるじゃん。ゲームオーバー。はぁ、え、これもしかしてさ、笑い顔から、なんか、わーはーはーとかさ、泣いて、え、これもしかして笑いが止まんないよってめっちゃヒント言ってんだけど、これ。俺、バカじゃん、俺。え、なんかさ、そういえばって思ったけどさ、これ笑い顔じゃん、どう考えても。もう何これ。おい、こんなヒントあったんかよ。ふふふって言ってるし、絶対笑い顔じゃん、ファイナルアンサー。え、確定じゃん、こんなん。俺、バカだったわ。よくよく考えたらヒントがあったのか。なんか、なんて言うんだろう。ちょ、なんか考え放棄してたわ。ごめん。え、これ正解だよね、これ。さすがに。ねえ、あ、正解あったんだ。はぁ、なんで笑ってんのかわかる。おぉ、ちゃんと正解あったんだよ。やった。あ、なるほどね。もう知らねえ時期じゃん。おぉ、神の手。あ、これでルイージを助けろみたいな感じか。なんかすごいさ、なんか簡単な引っ掛けにミスってたわ。ごめん、なんか。でもあのゲームはドキドキで面白かったから、まあいいですけど。なるほどね。じゃあこれでルイージを助けてあげようと。まあわざとね、わざとあの、なんていうの、こうやられるパターンをこう見せてあげたかったみたいな、そういう感じですよ。こすってあげましょう、これ。え、ルイージ出てくんのかな、ランプの魔人ルイージ。俺こすってる、これ大丈夫、足りる、これ。足りる、オッケー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 。さあこれでルイージが、おお。なんか腕組んでる。ちゃんと受け身みたいに取ろうとしてるわ。兄さん、ありがとう、助かったよ。
もしかしてあのゲームで勝ったのはさすが、お前も俺と同じ脳みそだな、お前。そう、そんなことより今度こそピ、お、やった、お前やるな、ルイージ。す、全然違う。ルイージが持ってたスイートルームの鍵、壁画の謎とご対面。なんとこれ、ホテルのフロントが持ってたんだよ。まさか砂漠のホテルにピーチ城の鍵があったなんてびっくりだよね。ルイージさん、これ。やっぱり違うな。スイートな鍵っていうからてっきりピーチ城の鍵だと思っちゃったよ。でも僕はめげないよ。絶対にピーチ城の鍵を見つけるんだ。兄さんたちも頑張って。それじゃあまた。レッツゴー。逆によく見つけられたな、マジで。ランプの魔人ルイージが、おかげでスイートルームの鍵が手に入ったぞ。私たちの願いを叶えてくれたな。確かに願いをくれた、願いを叶えてくれたルイージだな。これ裏側いけるんじゃない、これ。いけるっしょ、こういうのは。いけますね。何かがあるんですよ、こういう時は。なんだこれ。あ、キノピオか。キノピオがいるわ。わー、助かったー。おい、お礼もなしか、あいつ。おいおい、ひどいやつだな。まあ、とりあえず入りますか。スイートルームの鍵と。どういう感じなんだろう。なんかさ、オリビアが歌ってただけだけど。なにこれ。なんか不思議なポーズしてる。これが壁の絵の続き、先生お願いします。よし、どれどれ。なんか長文だね。はは、なるほど。スタイルいいな、このキノピオ。やはりこれが祈りを捧げる呪文のようなパパイヤ鈴木みたいな。そして上に描かれた絵はその呪文に合わせた体の動きを表しているようだ。さらにこの祈りは美しい声としなやかな体で行うべしとある。あ、カラオケと踊りが必要なんだ、これ。私たちの中で美しい声、しなやかな体といえば、オリビア君、君がこの、おい、オリビアがやんの、これ。どっちも？マジかよ。私そんな美しい声だなんて、まんざらでもなさそう。体だってそんな、しなかな。でもお祈りしないと紙テープが。いや、今やるんかい。よし、ではレッスンとかもあんの？すごいな。ちゃんとレッスンするんだな。紙、おね、力、何？もっと心を込めて言葉の意味を表現するんだ。きたきた踊りみたいな、そういうのやんのかな。そうだ、いいぞ。よし、そこで左に回って。違う、そっちは右だ。え、どんなし、では倒れてる。はあはあ、先生どうでしょうか。オリビア君いいぞ。オリビアって疲れるんだね、ちゃんと。バッチリ仕上がったな。あとは本番で全てを出すんだ。わかりました、私精一杯頑張ります。これは完璧ですわ。なんかあるかな。お、宝箱あんじゃん。あとなんかブロックがあるね。あれなんだろう。多分フィギュアかな、これは。なんだこれ、砂漠の音。あー、外にあるやつね。やば、ベッドでっか、これ。すごいな。ここには、あ、お金ね。オリビア、特訓の成果を見せてくれ。これでいけんのかな。え、あ、なにこれ。あ、壁画の呪文が増えてる。どんな感じなんだろう。あ、マリオもやんの。なにこれ。え、めっちゃ明るい。めっちゃ、何が、おた、完璧にマスターしてる。いや、すごっ。ファイヤー、タイガー、ファイバー、サイバー、ダイバー、なんとか、じゃあじゃあ。おたげーだ、おたげー。すごいな、あなたのそばへ行きたいのーって。やば。あ、そんな感じなの。あ、これで喜ぶんだ。なんか後ろから出てくる。なにこれ。え、なんの岩これ。え、うわ、気持ち悪い。あ、ダンジョンの入り口だ、これ絶対。これ神様がいるわ。これは神に会う儀式が成功したということか。この中に入れば神に会えるかもしれないぞ。地下に繋がってんのかな。いやー、おっきな口開けちゃって。私の歌と踊りがそんなに良かったのかしら。照れる。かわいい。かわいいな、オリビアは。本当にアイドルの素質あるな、オリビアは。さて、行きますか。もうそれにしてもおたげめっちゃ綺麗だったな。なんでマリオもさ、ちゃっかり特訓してんだよな。え、元からオタクだったんかな、マリオは。いや、来たね、熱そう。これマジ燃えるだろ、髪。わーわー、鳥さんの口の中はなぜか火が燃えてます。ファイヤーです。あ、何、マリオさん、私火でひらめいちゃった。あの壁画の歌と踊りって確か神に会うためでしたわね。ってことは火を司る神様、つまりここには火神様って言うんだ。そのまんまなんだね、これ。なるほどね。いやー、なんかおたげ懐かしいな。俺もなんかさ、おたげとかしないけどさ、超昔にさ、渡り廊下走りたいっていう人が好きで、ごめん、なんか急になんかどもって、なんかオタク感出ちゃったわ。知ってたの？お前知ってた？ファイヤー、タイガー、サイバー、ファイバー、ダイバー、なんとか、じゃあじゃあ。
トラ、火みたいな、なんかやってましたね。うーむ、火の神と古代人は特に関連性はなさそうだな。それでも私はマリオくんと一緒にここを探索すべきなのだろうが、私がやけどを負ったりしてマリオくんの足を引っ張るのも不本意ではあるな。お前もしかしてそこで待ってるとか言うんじゃないだろうな。お前はここは多分マリオさんが、お前俺の意思を関係なく決めるんじゃないよ。ここは多分マリオさんが何とかしてくれるから、そこでゆっくりしててください。行くか。じゃあ任せろ、学者キノピオ。俺が火の力見せてやるよ。うわ、これめちゃくちゃ、もう何、大丈夫これ、何、あ、なんか今やばい、これ覚えなくちゃいけないみたいな、そういう感じなのだった。これ順番通りに行けみたいな感じかな、それともなんかもう行ける場所が限られてるみたいな。待って、俺覚えられてるかな、だいぶ場所忘れた気がする。こっちで、こっちで、こっちで、あれどっち、あれ、最初のも見てなかったんですって。ちょっと誠にすいませんでした。 OK。 よかった。今回はあれなんかな、一直線みたいな感じなんかな、それとも分岐とかあんのかな。うわー、あ、パタ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 、びっくりした、パタパタやんけ、初めての敵だ。あ、ここ BGM 違うんじゃないから、かかってこい。うー、これ難しいな、ジャンプしよう。これは、はい、ちょ、ジャンプしよう、もう普通に戦おうかな。はぁ、連続で来んのかい。待って、あ、ダメージ食らうとさ赤くなるんだ、折り紙が。ふっ、ガードできないのか、くえ、なるほどね。あ、BGM がちょっと変わってるね。やっぱここもアレンジされてるみたいな感じか。これ2回か、なるほどね。まあ、これは普通にできた、大成功。あ、1回でやると大成功になるんだね。まあこれは、まあ、キラハンマーで倒せるのか。メットもさ初めてか、もしかして。あれ、メットって前いたっけ。はい、オッケー。あー、ごめんね、グレート出しちゃったけど、まあなんてかなったからいいだろう。え、これさ、ハンマー届かないよねってなんか言ってるわ。大成功だけどダメなんだね。キラポイの、これ一直線か。ファイアフラワー、ファイアフラワーって言ってる。でもファイアフラワーってさ、一列じゃなかった。ダメだね。パフブロックまた、あ、尻尾これさ、使えるんじゃないこれ。ちょっと使ってみようかな、尻尾。マリオのアクション。これマリオ3のやつね、これ。どんな感じかな。はっ、いけいけ、あー、いこう、マジかよ。いや、尻尾なんだからさ、飛んでくれよ。強普通に強え、ジャンプがいい。キラブーツでいけるかな、とりあえずやってみるか。そう、なんかキノピオね、意外とね、ヒント言ってくれてることがね多いからね、ちゃんと耳を傾けた方がいいっていうのがね、あのコメントで言われてましたね、本当に。いや、ありがたい。あ、なんかここのなんかバトル BGM もなんかいいよな。なんて言うんだろう、なんか遺跡っぽいで分かるかな。なんかインディ・ジョーンズとかそういうさ、なんかダンジョンとかそういう感じのアレンジされてる感があるわ。ごめん、語彙力なくて。いきますか、じゃあ。うーわ、なんかすごいわ。なんか画面ゆらゆらしてる。熱い、なんだこれ、強制戦闘かと思いきや、なんだこれ、イベントというかミニゲームかな。なにこれ、なに、あ、石油みたいの入れてる。うわー、こいつ燃やしに来てる。やばい、これ逃げた方がいいんじゃないか。これどうしよう、これハンマーで叩けばなんとかなる。叩くよ、叩いて、あー、なるほど、これで、うぶねー、あぶねー、危なすぎ、危なすぎ、なんだこいつ、こいつわざとこけて燃える、危なすぎる、マジで。準備起きればいいのか、とりあえずで、これは避けていく。 OK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 、 なるほどね、避けていく、気づかれる前にハンマーでぶったらくと、ぶったらくー、危ないよこいつ、マジで。おらー、オッケー、多分これでラストかな、消し済みになりな。ジャブなー、びっくりした。びっくりした。これで開く、開いたね、よし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 。お、ハートだ、やった、あ、なんか出てきた。え、めっちゃハート出てくる、なにこのダブルハート、ありがてえ。これなんかさ、入れないのかな、入れないか、さすがに。まあ、とりあえずじゃあ、こっち側行きますか。なんか一直線なんだね、今回は。あ、こっち何も行けないの？あ、行けないね。じゃあ、行きますか。よし。また謎と、なんだこれ。燃えてないか。奥か。ごめんね。なんかやばそう。はー、逃げまーす。ふっ。これ大丈夫これ。これジャンプで行けるこれ。はっ。おー、なんか行けた。なんかタイミングよく行けた。これこのまま進んで大丈夫かな。なんかダメな気がする。まあ、タイミング見計らっていけばいいってことか。オッケー。よし。なんか何あれ。すげえゴールデン。ゴールデン中華三昧。これはタイミング見計らって、今行っちゃう。で、避けていくよ。避けていきます。危ない。
これ大丈夫、なんこれ、なに、あ、最悪、落ちちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、サイサイサイ、おお、避けれそうで避けれない、ちょ、これ休もうぜ、これありがてー、ベンチまで、あ、やばい、危ないよ、危ないよ、危ないよ、何回でも回復できるんだ、これ無敵だな、これベンチあるってことは、すげえな、ベンチの効果、これジャンプで届く、うー、マジか、届かないか、あー、取れないのか、今のさ、あの浮き上がる瞬間で取れないの、あれってこれね、避けられるんでね、ジャンプで、オッケーで、まずここを直して、で、行くと、オッケーで、これなんだろう、あ、これキノコね、オッケー、怖い、これ叩けないのかな、これ叩けないか、危ない、びっくりした、びっくりした、まだ来んのか、怖いね、これは避けるよ、避けるよ、避けるよ、オッケー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 、もう先進んじゃうか、とりあえずで、ここも直しておきます、そろそろなんか日神様、あ、セーブポイントだ、怪しくなってきたね、よし、行くぜ行くぜ、またか、またこれ同じやつだ、倒しまくるしかないな、あっち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 、なに、なに、あ、なんか変わった、なんだ、え、どういうこと、なんか意思疎通し始めた、何やってんのこいつ、あ、出口、うわー、一列に来るってこと、え、もうこれ普通に避けられるんじゃね、これ後ろ、ま、あー、なるほどね、かかってこいよ、かかってこい、危ない危ない、全員燃えてる、いや、危ない、強すぎ強すぎ強すぎ、強、突進強すぎだろこいつら、捨て身の、オッケー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 、まあ、これで開いたと、あー、びっくりした、ちょっとまたハートくれないかな、多分くれるよね、あざっす、いきますか、あー、びっくりした、めちゃくちゃ捨て身タックルだったな今の、さて、お、なにこれ、紙っぺら袋だ、紙っぺら使うのかな、またこの奥で、うわー、なんかまた危なくなってきたら、宝箱がある、ちょっとこれ欲しいな、はい、金か、金ゲットで、うわ、ここやばいな、開きまくってるな、これはちょっと直すのに紙がめちゃくちゃ必要そうで、しかもなんかこうファイヤーブロスもいるって、このやっかい、やっかいすぎ、ファイヤーブロス、お、 100% なった、オッケー、これ多分倒さないと無理な感じかな、いや、ファイヤーブロスさ、キラーハンマーでエクセレント出してもさ、普通に生き残るんだよね、いや、強くなってきたな、敵も、なんかもうキラーハンマーじゃ無理かもしんない、ファイヤーフラワー、あ、なんか今更感があるな、ファイヤーフラワーずっと持ってたから、オッケー、じゃあ進みますか、宝箱もなんかあの紙っぺらも 100% になったから、もうそろそろゴールというか、あのボスなんじゃないかな、ここ怪しいな、なんか急に、うーわ、こ、危ない、なんか穴開いてた完全によそ見してて、よそ見してて、はっはっ、ここは大丈夫、あ、ここ開きそう、開きそう、あ、大丈夫、あ、なんだ、普通に行けたわびっくりした、怖かった、なんか急に音が静かになったな、うわー、いるわこれは絶対、さすがに2個目のこのせい、うわ、なんかもう祭壇があるわ、強そうだな、ひがみとか、よし行くか、うわ、すごっ、え、なにあれ、え、めちゃくちゃなんかさ、油田なんだけど、やば、石油王かよ、すごいな、真っ黒なんだけど、生きてるかな、マリオさん、今の声って、今声した、あ、いる、うわー、やば、フェニックス、スザクがいる、かっけえ火の鳥ってかっこいいよな、ちょっとなんか中二心をくすぐるっていう、やっぱ名前もな、フェニックスだからな、うわ、強そううーわ、熱っ、え、でもなんかさ、燃やすのにさ、なんていうの、いちいちこのタールみたいな必要なの、なんかちょっとしょぼいよな、もうそれいらなくない、普通のさ、日神様の炎でなんとかなんないのかな、日神様でさ、心も体も燃えてますので、メラメラですわ、でもやっぱり折り紙にされちゃってます、お願い静まって、これジャンプとかさ効くのかな、熱くない、アイアンブーツとかでいけんのかな、まあとりあえずやれるだけやってみようとは思いますけど、うーわ、あれ神様戦は確か最初、あれ最初確かあれか、神の手じゃないよな、普通のアクションの方がいいんだよな、すっごい大きな翼で飛んでます、さすが神様ですわ、そして燃えてます、日神様がとっても燃えてますわ、さてどうしましょう、ちょっとキノピオのヒントとかちゃんと見た方がいいかもしんないな、日神様って応援してんじゃねえよ、応援すんな、まあとりあえずまずは、まあ、ここで右側行って直で行ってもいい気がするけど、ヒント見たいな、これあと2回余ってるからヒント見つつ、アクションで、え、ジャンプいけるかこれ、いや行こう、一発目ジャンプいきます、途中でどうせ回復とかも出てくるし、まあキノコもいっぱい持ってるんでね、僕燃えているひがみには神の手も効かない、あ、アイアンブーツだっていけるんだ、オッケーオッケー、キラアイアンブーツちょうど持ってきてるから、うわ、キラキラブーツに変えちゃって、俺キラアイアンブーツでいきましょう、よしよしよし、これで多分オッケーかな、あいあいあいで下に落ちる、
まだ落ちないか。なるほど。あら、ひがみ様の羽が取れると体力も減るみたい。羽取れて、あ、ほんとだ。羽がなくなるとガリガリになっちゃうのかしら。取り手大変ですわね。敵の、あ、待って、これ怖いよ。怖いよ。フック強ファイヤーボールズ、フェザーストーム、何 ?2 回攻撃、あ、びっくりした。ここの部分は燃えちゃってダメージ食らうみたいな感じかな、多分。通らないようにしたいね。通りそう、これ。通らざるを得ないぞ、これは。柳沢慎吾、ルート注意報、地面の羽が燃えてます。絶対通れないね、これは。これは、どうしよう。3回使えるから、これで、いや、待って、燃えまくってんだけど、これ。アクションで、いきますか。まあ、これで多分、あれには当たらないと思うんだけど、地面に欲しいパネルがなければ、お宝箱を開けてみよう。ちょうど開けるところだぜ、これは。お、なんだこれ。あ、神の手なかったな、そういえば。あ、確かに水に弱いだろ、こいつ。おいおい、水神様の出番だぜ。その炎を全部消してやるよ、俺が。行くぜ。はいはいはい。積極的にじゃあ水使わないといけないんだね。まあ、とりあえず体力も減ってるけど、ファイアボール、来いよ。24ダメージ強い。え、どんどん増えてく、もしかしてこれ。うわー、しんどいな、これ。しんどいわ。次、水神様召喚しよう。多分フィールドのさ、羽も消えるんじゃないかな、これ。ファンファンファン、ルート剣、またまたですか。大丈夫です。はい、消しましょう。これは消します。で、水神様絶対今回使いたいから、多分これでダメージ食らっちゃうけど、まあ、水神様発動できるとは思うんだよね。やっちゃいましょう。これでいきましょう。あー、急ダメージ結構食らうね、多分。うわー、また何回も食らうダメージだから、減らさないとダメージがやばいことになるわ。消しとかないとダメだね、これは。行くぞ、水神様。いや、これで消せるし、ダメージは与えられんのかな、どうなんだろう。消せ、行け神様対決、これは効果抜群なんじゃないの。いいね、うおド派手。しかも下に落ちてる、これもう弱くなってるんじゃないの。オッケーオッケーオッケー。羽ミント、弱そうだと思わせてめっちゃ強い。なるほど、火にはやっぱりお水ですわね。これもうさ、なんて言うんだろう、羽炎ついてないけど、触っても大丈夫なんかな。待って、これさ、ラッシュできるかな、もしかして。神の手いけるかな。ちょ、考えよう、とりあえず。ちょ、多分これで、まあ、一旦ハートを回収しつつ、神の力を使うためにオンにする。で、一応ヒントはまあ、あんま関係ないと思うけど、なんだこれ。ひがみの HP は羽の数だ。羽を落とすにはこう、あ、なるほどね。ジャンプが有効だと。ブブー、あ、オッケー。これ使えるかな、神の手。倒れてるから、これ使えるっしょ。いけるっしょ。俺、ラッシュするしかねえぞ、これは。今がチャンスだ。さあ、逃げる、いける、ほら羽を落としまくれ、落としまくれ。ジャンプじゃね、ダメなんですか、これは。エクセレント。あ、めっちゃ落ちてる、めっちゃ落ちてる。何これ、くちばし爆発、何、あ、復活か。はあ、フェニックスだから不死鳥のごとく、また炎が出てきたな。まあ、またそれ、何それ、ね、あ、フェザー回収、やば、フェニックスすぎ。バロタ、神の手で叩く。あー、なるほどね。とどめを刺すときは一気にやんなくちゃいけないのか、一気にやんなくちゃいけないのか。連続攻撃はつらいよ。ラスト、うわー、強いこいつなるほどね、よみがえるわこいつ、強すぎ。待って、これ待って、耐えられるかこれ。結構さ、これダメージ痛いんだけど、ハート回復間に合うかこれ。間に合う、とりあえず出す。で、水神様出していく。ハートの回復量がなんか足りる気しないんだけど。怖っこいつ、普通に強くないか。次ちょっとアクションやっていかないと、マジで羽のダメージで俺死ぬかもしれん、これ。まあ、敵のアクション怖いよ。ふっ、あぶねえ。フェザーストームは何ですかこれ。あ、なるほどね、それねそれね。ちょ、これワンチャンさ、応援でさ、回復してくんねえかなこれ。お、応援で回復してくんねえかな。キノピオ頼む、回復アイテムくれくれくれ。あー、よーし、神引きした、神引きしました皆さん何これ、何出してくれたの。え、あ、全然気づかなかったわ。地面の矢印でできる、あー、そんなあるんだ。三角のところが多分ゴールってことかしら。いや、ちょっとラッシュいけるかなって思ったんだけど、やっぱちょっと念には念を入れて、もうちょい羽減らしておくか。いや、怖いな。でも燃えちゃ、あ、そうか、燃えちゃうのか。あ、やべ、忘れてた、やべ、燃えちゃうやんこれ。待って、いや、でも宝箱で、まあ、水神様自体を出してるから、しけさせることはできると思うんだよね。多分次水やっていけると思う。多分次いけると思うわ。で、羽ビンタ、これ結構強いんだよね。避けていく。いや、もうフィールドがもう
羽だらけだ。え、俺死ぬんじゃね、これ大丈夫かな。水神様の力使う前にこれ死にかねないんだけど、これ大丈夫かな。え、怖怖怖、ちょっと待って、やばい。あ、なんか奇跡が起きて全然ダメージ食らわない。あー、よかった、奇跡起きたわ。これでまあちょっとこれダメージ少し食らっちゃうけど、まあさすがに死にはしないと思うから、まあここで水神様を出していく。で、多分次のラッシュでもうね、とどめさせると思うんでね、さすがにもういけると思うわ。いや、自分とどめいいっすか。さすがにこれはとどめさせると思うんで、自分とどめいいっすか。一応ね、失敗した時のために回復もちゃんとしておくと。いきます。もうこれは絶対いける。いくぞ、10秒頑張るぞ、気合い入れろ、俺頑張るよ、いくよ。うわ頑張れ。なに、あ、なにこれ、なんか引っこ抜いていいの。ああ、剥げちゃった、めちゃくちゃ剥げちゃった。あ、びっくりした、間に合わねえと思った。ああ、日神様剥げちゃった、やったー、倒したー。いや、強かったな日神様。ちょっといや、復活してきた時びっくりしたな、あれは。しかもさ、なんて言うんだろう、あのさ、炎の羽がさ、溜まるとさ、なんか17とかダメージ食らうから、なんかちょっとコマンド見せてたら死にかねんかったな、本当に死にかねんかったなって俺何回言った。出ました、日神様の書、オッケー。これでオリビアが日神様になれんのか、やったー。なんか奥にあるさ、やつとか燃やさないのかな、あれ。じゃ、派手に燃やしてみようぜ、試しに。ちょ、頑張って。うわー、これはすごいですわね、とっても複雑。もう今までの2つもだいぶ複雑だと思ったけどな。特に羽のところなんて山折りと谷折りが入り組んでややこしそう。全部そうだと思うんだけどな、俺は。今までのやつもだいぶ難しいと思うけど、まあ、ちょっとオリビアね、せっかくだからなってみてほしいわ、これは。ふう、なんとか日神様の折り方マスターできたと思います。うまく折れるかしら、ドキドキですわ。お、変身しに来るか、神の力頼んだぜ、オリビア。楽しみ。え、どういう風に変身するんだろう。まず、まあ1枚の紙になると、で、まあこんな感じ、山折り谷折りで折っていって、うん、そうはならんだろそうはならんだろ、かっこよ、すげーなんかあの目つくとちょっと可愛くなるね、かっこいいけど。え、なんか炎めっちゃリアルじゃない。なんかさ、ペーパーマリオさ、水といい炎といいさ、すごいリアルじゃないこれ。とってもドキドキします、この気持ち。もう止められないかも、私のハートは何燃えてますわ。おお、これ何してくれるんだろうこれ。え、あ、消えた、え、どっか行っちゃうの強オリ倒せるだろそれでそんな炎をぶっぱできるんだったら折り紙燃やせるだろ。何それ、あ、ゴンドラみたいに出てきた、なんだあれ。え、学者キノピを置いてさ、どっか行こうぜ。どこに繋がってんだろう。うわ、熱そう、かわいいもう変身溶けてるよオリビア。ハートの熱いものを全部開け出したら火が出ちゃいましたあら、鳥さんたちも私に釣られて燃えちゃったみたい、かわいいなんかさ、パートを追うごとにさ、オリビアがなんかどんどん可愛く見えてくるんだよね、マジで。最初ただのバカ野郎だと思ってたけどさ、かわいいオリビア。これ俺、え、乗るとどこ行くんだろうこれ。入り口まで戻れんのかな。すげえ、ケツから火出てるただし尻から魔法が出るみたいなマリオ君たち、ずいぶん遅いな。お、来んのかな。うえー、俺中の宝箱とかで、危ないよ。大丈夫先生、ただいま。意外なところから戻ってきたな。しかし無事で何よりは。今死にかけたけど、そんな冷静でいられるんだね。大丈夫なんですか。あ、ちゃんと戻ってこれたわ、やった。先生、日神様に会えました。私のハートを燃えちゃったの、まだドキドキしてますわとんがってるそうか、厳しいレッスンに耐えて呪文をマスターした甲斐があってな。その力はきっと何かの役に立つだろう。よくやったオリビア君、よくやったぜ。ちょさ、もう一回中入っていい。あー、すっごい速やかにさ、速やかにスッていったね。ということでね、あの普通にね、こうあったということで、めっちゃ金ある。おお、キラキラアイアンブーツ。まあ、これで日神様の力も手に入ったし、古代文字も読めるようになったから、もうここの謎もさ、解けるようになったんじゃないかなってことで、まあ、このぐらいで終わりにしようかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。ということで、じゃあね、バイ。